金沢の海の玄関口、金沢港。半世紀時代から北前船によって人、物、文化が往来した港町として栄えてきました。今も私たちの生活を支える物流の拠点としてはもちろん、クルーズ船の寄港で多くの観光客が訪れています。また海上自衛隊練習艦の船内見学や海上保安庁巡視船の体験公開など、イベントを通して多くの人が集まるにぎわいの空間となっています。今年は全国トップクラスの水揚げを誇る甘エビの魅力を発信しようと、金沢港に隣接する金沢総合市場で金沢甘エビ祭りも開催されました。金沢港を取り巻く環境は物流の拠点として、人々の交流の場として、これまで以上に大きな期待が寄せられています。近隣の金岩大野地区では、金沢港のにぎわいを町に呼び込み、活気あふれた地域にしようと住民が動き出しました。地域の力、そしてそこに住む人々の活動を追いました。金沢市大野町、半世時代から北前船の寄港地として栄えていた大野は、日本の五大醤油生産地として知られています。今でも街中には醤油蔵が点在。古い町屋と醤油蔵の軒を連ねた景観が趣ある風情を醸し出しています。9月、この風情ある町並みを散策するイベント、小町並みナート2018が開催されました。町屋や醤油蔵などがカフェやものづくり体験ブース、コンサート会場となり、町をゆっくり散策しながら思い思いの時間を過ごすことができます。港橋歩道は醤油樽を椅子や机に再利用して休憩スペースに。自転車も無料で貸し出され、港町の風情を楽しみながら町中を堪能することができます。またこのイベントは、普段空き家になっている町屋や空き店舗を活用しているのも特徴で、新たな魅力を発信する取り組みに毎年多くの出店者が集まります。毎年参加させてもらってるんですけど、やっぱりこういう地域の方々と触れ合って、この街の中が活性するようなイベントに協力できたらいいなと思って、 いろんな方に来ていただけて楽しいです。最近では使われていない町屋や醤油蔵を若手工芸作家がリノベーションし、工房やギャラリーをオープン。魅力ある街づくりに一役買っています。工芸作家の角間優子さんもその一人です。3年前、小町並み保存建造物に指定されている見積もり醤油の工場を改装し、陶芸工房兼ギャラリーをオープンしました。工房を探していて、県内いろいろ探したんですけど、雰囲気のいい、一回イベントに遊びに来たことがあって、なんだか雰囲気のいい町だったなって思い出して、それで問い合わせをしてみて、この物件を紹介していただいてっていう流れです。とにかく建物の
外観もとても素敵だったし、中に入ってもすごく仕事場としてすぐに仕事しやすい環境だったので惚れました。今回のイベントで拓磨さんの工房はアクセサリーや洋服、小道具の店舗がコラボレーションすることになりました。職人や作家の出会いが町の魅力を膨らませていきます。醤油工場の活用をきっかけに大野の魅力がまた一つ輝きを取り戻しました。町内外の、いろんなその、多種多様な方というか個性の、非常に強くて、魅力的な方が非常に集まってくれて、大野を舞台にいろんな魅力的な事業ができているなというふうには思ってますね。なんか大野すき家はとかね、ここでちょっとお店持ちたいなとか、ここに住んでみたいわとか、そういう話になってくれば嬉しいなと思うし、もともと港がある場所なんでね、いろんなものを、人も物も受け入れてきたという土壌があるので、それがまた大野らしい町づくりにつながるかなと思いますけどね。ここでは日吉神社の夏祭りで披露される加賀獅子の展示や体験ができるコーナーもあり、子どもたちの人気を集めていました。大野の夏祭りは金沢三大祭りの一つに数えられ、昔から親しまれている夏の風物詩です。子どもやっこの体験では、祭りさながらに街中を練り歩き、威勢のいい掛け声が響きました。よーっさーい、よいこーさそろーさーい、初めてで声かけてもらってとっても良かったです。楽しかった。大野の祭りをもっといっぱい知ってほしいなと思うのと、若い子が、ちょっとやっぱ少ないんで、どうしてもなんで、若い子から薬効に触れてほしいなという思いで、始めました。小さい町ですけれども、一つ何かをやろうってことになると、非常に若い世代から年配の方まで、各種団体の皆さん非常に協力的で、町を盛り上げようっていう、そういう、昔からのそういう土壌があるというか、協力的なところですね。もともとやっぱ町おこしという言い方が合うか分かりませんけれども、やっぱりにぎわいをここで創出して、魅力的なその人がたくさん交流してて、集まってきて活気のある町づくりを目指そうということが根本的にはあると思うんですけれどもね。港町らしい気風が新たな人を呼び込み、文化を後押ししています。そして次の世代へ受け継がれていきます。受け継がれてきた文化を生かし発信するだけでなく、大野らしい景観を守り伝える活動も始まりました。去年、大野は大野未来町並み委員会を設立。醤油蔵と町屋の歴史的な景観を守ることを目的に、町並み形成計画を提案しました。平成元年からずっとイベントをやってきたんですよ。で、最近ここ10年以上はやっぱりその町屋を生かしてイベントをやったり、あるものを生かしてやっていこうというイベントをやってるわけですね。で、せっかくそういう町並みを発信していくのであれば、やっぱもう少し見直して街並みを揃えていったらどうやっていうのが、もともとの案ですね。本来大野の街並みは醤油蔵や町屋の軒先が揃っていたといいます。この街並み形成計画は、建物の形や外壁の位置に着目して軒の連なりを揃えるというものです。
やっぱりこの町に住む人がやっぱこの町がいいと思ってもらわなきゃ町づくりとかこういうことが進まないわけですから、そういうことも含めて新しい形の町づくりができたらなというふうに思いますね。その一つとしてその町の未形成計画っていうのがあるというふうに思ってますね。この計画を受けて何軒かの住民が動き始めました。大野の絆の強さがうかがえます。大野っていうのはやはり大野の町の景色、雰囲気、空気、そういうものがあるっていうふうに自分は外から入ってきて新しく感じた、そういう部分でもあるんですね。祭りのスタートの場所でもありますから、昔ながらの大野の景色ですよね、町並み、景色、そして家の作り、そういうものをぜひ残したいっていう、そういうふうに思ってました。大野固有の風土と景観、そして新しい風を吹き込む人々の熱意がこの町の大きな力になっています。金岩町は藩政時代宮の越と呼ばれ、北前船により人や物、文化が往来する大きな港町でした。町名には町の歴史や当時の人々の営みが使われていました。金岩御塩倉町は加賀藩の塩倉があったことからその名が付けられ、また金岩松前町は北海道の松前との交易が盛んだったことに由来します。しかし1960年代に住居表示に関する法律が制定され、半世紀から続いてきた町名は新しい町名に整理統合されていきました。町には旧町名の標柱が立ち、当時の面影がひっそりと佇んでいます。そして今でも地域のコミュニティ活動は昔のままの町名で行われています。去年、金岩通り町、金岩下本町、金岩みそ屋町の3つの町名を復活させようと、それぞれの町会が金沢市に申し入れを行いました。旧町名を復活することによって、より一層、住民同士のいろんな面での意思疎通といいますか、平然日々のですね、いろんな面でのコミュニティの結局ものがもっと進化上昇されるんじゃないかなということも思って、この旧町名というものに対して復活を取り組んでいこうと。今年9月、旧町名の復活を記念し、歴史と文化の再発見をテーマにしたイベント、金岩小道が本龍寺を中心に行われました。このイベントは金岩の店舗やお寺がカフェや駄菓子屋さん、アート体験の場となり、街を散策しながら楽しむことができます。また本龍寺境内では地域の飲食店が地元の食材を生かした食事を振る舞い、本堂では金岩の未来の街並みを作るワークショップなど、親子で楽しめる多彩な催しが開かれ、多くの人でにぎわいました。中でも目を引いたのが、ピース一つ一つに昭和42年頃の町名が描かれた旧町名パズルです。上寺町は、お船町、上本町、ここ私は生まれも育ちも金岩なんです。でこのお船町で生まれて、今下本町、まさにここに住んでるんです。私としたらやっぱり昔からの町名に親しんでるし、お祭りもそうだし嬉しいんですけど、金岩のですねコミュニティ、だいたい人と人とのつながりがですね、本来はとってもいい町なんですが、
少しずつ残念ながらですね、やっぱりそういうところが希薄になっているところもありますので、またですね、こういった契機にですね、町の人たちがいろんな話をしたりですね、どういうふうな町になっていくのがいいかなということでですね、まあ、そういうきっかけ作りにはこの9丁目復活っていうのはとても素晴らしい機会になるんじゃないかなというふうに思います。11月多くの町民が参列する中、旧町名が書かれた標柱の除幕式と記念式典が行われました。旧の文字を埋めた標柱は町名が復活したことを強く感じさせます。懐かしいだけではダメだなということを改めて感じましたしね、これから、やはり町民の皆さんの協力を得て本当にいい金岩を作っていけたらなというふうに思います。皆さんの今後の手続きのお手伝いをしながらですね、町名を変えるのはそんなに後々難しい問題ではないなということが分かっていただきたいなというふうに思います。はい。町名は歴史や伝統を今に伝える貴重な文化遺産です。由来を知ることにより誇りや愛着を持ち、同じ地域に住む人たちの連帯感が生まれます。旧町名は地域コミュニティのシンボルとして次世代に受け継がれていきます。金岩大野地区では金沢21世紀美術館の協力のもと、地域のコミュニティにアーティストを招き、アートを通して住民と交流することで地域の良さを再発見し魅力を発信しようという試みが始まりました。大野の築100年の町屋でワークショップが行われました。講師を務めるのは王ハジさん。オーストラリアを拠点に活動している美術作家です。一枚の布に持ち寄った思い出を並べて転写し、出来上がった布を切り分けることで参加した人たちの思い出をみんなでシェアします。最初は全然イメージが湧かなかったんですけども、すごくね、なんか楽しくっていうか、こんなんで、ものが転写してこういう形で素晴らしいこういう色合いが出るんだなっていうのびっくりしました。実際はこう物を作るだけが目的ではなくって、そういうこう何か自分の記憶とこう思い出とかを話したり、またその他の人の話を聞いたりで、そういう場を共有するっていう目的もあってこのワークショップを、やってます。ワークショップを通してできた人の輪、普段使われていない町屋が新たなコミュニティの場となりました。10月、金岩のコミュニティにも一人のアーティストがやってきました。田口幸寛さんです。田口さんはドイツのベルリンを拠点に世界中で作品を制作している今注目のアーティスト。世界各地の公共の場を舞台に、そこにある人々の営みに関わるものを素材にしてインスタレーションを制作、さらにその記録をストップモーション映像で制作し発表しています。インスタレーションとは、普段人目につかない場所を使ったり、見落とされがちなものを利用して全く違う空間にしてしまうアート作品です。今回は金沢21世紀美術館の自築エアー金岩大野アートプロジェクトという企画で、金岩地区に滞在し住民と一緒に創作活動を行いながら地域を活性化させる取り組みを始めます。
やはりちょっと金岩自身がちょっとやっぱ盛り上がりが私の子供の頃から見たらちょっと、まあ、ちょっと盛り上がりがちょっとかちょっと落ち着いてきてるような感じもするので、これを一つ起爆剤としてより街がちょっと元気づくような形になったら嬉しいなと思ってます。我々が住んでる地域にもやり方見方によってはこんな風なですね変化、ある意味でちょっと素敵なことができることが生まれるよということをですね、地域の住民の皆さんにちょっと気づきが持たせるんじゃないかなと、そこら辺を期待したいなと思ってますよ。まだ何をするか、どういう政策、どういう作品を作るのかっていうのはまだちょっと考えているので、まだこういうことをしますっていうのはまだちょっと言えないんですけど、でも何らかの形でこう、ま、町の人と一緒にできるっていうか、一緒に楽しめたり、まあ、一緒に有意義なことできたらいいなとは思ってます。まずは地域一帯の散策です。お寺や海など地域のさまざまなところに出かけ、住民に話を聞きながら政策の拠点とテーマを探ります。11月、いよいよ作品を制作する拠点が決まりました。金岩海岸の浜辺です。その場で出会った素材を作品に使う田口さん、使うものはもちろん浜に流れ着いた漂流物です。地域の人たちも半信半疑で漂流物を集めます。我々はちょっと芸術的なことは分かりませんけど、ゴミ拾いだけの目的でやっておりますから、田口さんはそれを利用して新しい、美術を、まあ、発信するということだと思います。結構世界各地あの行って、まあ、僕自身漂流物じゃないけど漂流者みたいな感じなんで、なんかそういうなんか僕にしてもそういう漂流物にしてもなんかそういう居場所を作るみたいな感じで、そのものが持ってる特性を生かしたものを作っていく。流木で骨組みを作り、廃材を使って壁を張ります。また中にはいろりも設けられ、居場所が完成しつつあります。冬の殺風景な海岸に彩りが添えられました。来週もね、お寺でやる。その夜、地域の人を招待して懇親会を開きました。お酒やつまみを持った人が集まり、居場所に笑い声が響き渡りました。あんた用に一気に押されるな。乾杯。乾杯。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。沸騰してる。もうアルコール飛んで。田口さんの作品は出会った人々とのコミュニケーションも作品の一部となります。手でつまんだ方がいいかもしれない。この日の懇親会は大成功。田口さんの作品に新たな一コマが加わります。これに付け加えて漂流物でこう打楽器とか作って、ここで音楽をなんかできたらいいなって話もしてて、金岩ってすごい伝統のある町で、やっぱり港とか海っていうのが一つの宝物で、それを利用してこういろんな発想で楽しいことができたら、本当にここで生まれ育ったものとしてこんなに嬉しいことはないなと思いました。コンセプトが、まあ、その漂流物で居場所を作る、あるいは漂流物の居場所を作るっていうことなんで、こういう形で、まあ、みんな
僕以外の、僕もそうだし僕以外の人たちが、ここで一時的にでも居場所として和気あいあいと入れる場所ができたっていうのは良かったと思います。見えてるって言ったら、ちょっと待って、やばいっすね。ちょっと行きました。楽器にするんですか？そう、なんか打楽器作ろうと思って。12月、金岩海岸にある漂流物で作った居場所には多くの人が集まっていました。漂流物で楽器を作るワークショップが実現したのです。これは紐を枝に張って。訪れた参加者は思い思いの漂流物を持ち、打楽器や弦楽器などを作ります。交流のなかった住民同士がアーティストと共に親交を深め、誰も来ることがなかった浜辺が人と人をつなぐ居場所になったのです。前回こう夜焚き火した時にこれ音楽あったらいいなと思ったんで、で今回今昼ですけど、みんな子供とかもみんな集めてこの、ね、自作で楽器作ってこんな楽しくなるとは思わんかったんで素晴らしいと思います。楽しかった。楽しかった。どんなところが楽しかった？なんかドラムで音出すのが、いや今まであるところに何かそれを活気づけるっていう考えしかなかったんですけど、田口さんのいろんな考えとかやってることを見ると、その何にもなかったところにゼロのところに何かこう作ることができるんやなっていう、なんかすごくねそういうのを見させていただくと新しい可能性とか、あこんなんしたらもっと面白いんかなとかっていう夢が広がっていきますよね。いや僕らこう観念っていうかね、枠の中にこう囚われすぎとったんで、なんかすごくちょっと衝撃で、また衝撃と同時にですね、これからなんか楽しみですね。記念というかちょっとシンボル的な場所になって、そこからまあこの金岩の町の人が独自でまあ浜で何らかのこう活動を続けていく一つのこうシンボルになったらまあ面白いなと思ってますけど、まあ普通に飛ばされてなくなるかもしれませんし地域の魅力が人を育み、人と人が出会ったほんの小さなきっかけがやがて地域を動かす大きな原動力となります。町のコミュニティを育む居場所、それは誰も気づいていない身近な場所に存在するのかもしれません。